まず石村純子議員の質問を許可します。石村議員。おはようございます。今日も暑いですけれども元気で頑張りたいと思います。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。通告に従い質問をさせていただきますが、3番目の国民健康保険については時間の関係で質問を取り下げさせていただきますが、今日も国民健康保険の通知が来て大勢の方が窓口に来られています。減免を求めて必死になって来られている方がたくさんいらっしゃるということですので、ぜひとも保険料を払える保険料にしていただきたいという要望をまずお願いさせていただきたいと思います。次回の質問に、させていただきますのでよろしくお願いをいたします。まず最初に、浸水対策についてです。総合計画と雨水整備計画についてお尋ねをいたします。今日も大変暑いですが、この暑さの後に大雨が降るかもしれないというそんな予想も出されています。昨年の大雨被害からもうすぐ1年になろうとしています。本会議の初日、市長は本市の浸水対策として浸水被害軽減総合計画を策定し、雨水貯留施設の設置についても発言をされました。そこで浸水対策について以下数点お聞きをいたします。まず本総合計画は何年計画でどのような内容なのか、また本市の雨水整備計画との位置づけについてお尋ねをいたします。さらに浸水対策として雨水管整備は本計画の重要な課題ともなりますが、これまでの浸水状況を考えると浸水被害の高いところから整備を行う必要があると考えますが、どのように考えているのかお尋ねをいたします。2点目に雨水貯留施設と地下道対策についてです。これまでも大雨の浸水対策として雨水貯留施設の設置は私どもも提案してまいりました。公共施設の設置も必要ですが、山や田畑などが宅地化される大規模開発を行うときには市としても雨水貯留施設を設置するよう指導ができないのかお尋ねをいたします。また先の大雨で国道1号から流れる雨により走り谷2丁目や北中降り3丁目地域の道路や地下道に水があふれ、床上床下浸水など大きな被害となりました。こうした被害を少しでも減らすために国道1号沿いの三角地は貯留施設を設置する重要な場所ではないかと考えます。さらに国が設置した地下道にパイロットランプをつけ、降雨時に注意喚起を行うなどの安全策を講じるべきと考えますが、見解を伺います。3点目に防災農地についてです。私は予算委員会で防災農地の指定について質問をしました。他市の実態を調査し研究するということですが、この間農業委員さんからも県議として防災農地について意見が上がっています。調べてみますと市の農地は毎年平均11ヘクタール、10年間で110ヘクタールもの農地が減っています。実に甲子園球場29個分、山田池公園2個分の広さの農地が失われているというのは改めてびっくりをいたしましたが、こうした農地を守る上でも防災農地としての機能を果たしていくことにより行政と一体になって農地を守ることができるのではないかと考えます。防災農地の早期の取り組みが必要ですが、市の見解を伺います。次に防犯灯 LED 化についてお尋ねをいたします。市は5年間かけて市の防犯灯のすべてを LED 化にすると方針を出し、今年度は 10% を補助するとしています。
私自身も自治会長をしていますので、自治会長さんからさまざまなご意見をいただいています。そこで LED 化について数点お尋ねをいたします。まず、各自治会では地元の電気屋さんに見積もりを出していますが、地域によって金額にばらつきがあります。こうした実態を主としてどう考えているのでしょうか。2つ目に、全部変えても10棟、20棟など小さな自治会では、今年一気に全部を変えてしまいたいという要望もあります。こうした自治会への補助金はどうなるのでしょうか。3点目に、100棟以上を抱える大きな自治会は、5年間での負担は金額も大きく、期間を6年から7年ほど延長してもらえないかという意見も出ていますが、いかがでしょうか。4点目に、40ワットの LED 設置となっていますが、すでに60ワットの LED を実施している自治会もあります。こうした自治会への負担はどうなるのでしょうか。以上4点についてお尋ねをいたします。次に、詐欺被害についてお尋ねをいたします。先日、市民安全部から枚方市において、オレオレ詐欺や還付金詐欺が多発しているという通知が出され、128件で5160万円もの被害が発生しているとお聞きいたしました。詐欺事件の内容をお聞きしたところ、法的機関の職員を装った還付金詐欺が多いということです。例えば、国民健康保険課では、被害を防ぐためにどのような対応を行っているのかお聞きをいたします。最後に、生活保護改正案の問題点についてお聞きします。本年6月4日に生活保護法の一部改正案及び生活自立支援法案が衆議院で可決いたしました。憲法25条で保障されている生存権の基本理念を犯す大変大きな改悪だと日本共産党は国会審議で反対をいたしました。今回の改正では窓口での困窮を証明する書類の提示や扶養義務のある親族の収入や資産を調査するために行政の権限強化が行われ、DV 被害者や住むところのない人、さまざまな理由で親族に迷惑をかけたくないという方々が、生活保護の申請が受けられなくなることが予想されます。生活保護を口頭でも受け付け、憲法に基づいた保護行政であるべきと考えますが、市としてどのように考えておられるのかお聞きをいたします。以上で1回目の質問を終わります。片岡下水道部長。はい。浸水対策についてのうち、まず総合計画と雨水整備計画についてお答えいたします。国においては近年の基準を上回る集中豪雨に対し、浸水被害の軽減を図るため浸水対策に取り組む必要性が高い自治体への支援制度として、下水道浸水被害軽減総合事業を創設しております。この制度で策定する下水道浸水被害軽減総合計画は、一定規模の浸水被害履歴のある地区において原則5年間を計画期間とし、ポンプ場や環境等を整備するハード対策と内水ハザードマップの作成、地域住民への情報の伝達手段の充実、土のうステーションなどのソフト対策を含めた内容としており、この計画を策定することにより新たな事業への国費の活用が可能となるものです。本市の雨水整備は国が示す基準に基づき、他の多くの都市と同様に10年確立の降雨に対応した下水道事業計画により事業を進めることを基本としております。近年ではその基準を上回る豪雨が増加しており、下水道浸水被害軽減総合計画はこのような豪雨に対し
被害の軽減を図る目的に策定するものです。今年度は平成20年24年の豪雨による浸水被害の大きかった南部地域の佐田排水区において計画を策定するものです。次に雨水貯留施設整備と地下道対策についてお答えします。住宅開発などの開発行為に対しては都市計画法をはじめ下水道法や本市の開発手続き条例など関係法令等に基づいて開発地からの雨水排水を抑制し下流への負担を軽減する雨水流出抑制施設設置なども含めて指導を行っております。なお本市の佐田排水区や深谷排水区などの寝屋川流域は平成18年に特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域に指定されており、一定規模以上の農地を宅地化するなどの開発行為では雨水の流出抑制を図るよう義務付けされております。また国道1号と170号に挟まれた三角地での雨水貯留施設の設置につきましては浸水の軽減効果が期待できることから国に申し入れしているところです。地下道の安全対策等につきましては国に要望してまいります。宮本地域振興部長。1の3、防災農地についてお答えをいたします。農地は本市のような住宅等が密集する都市部におきましては貴重なオープンスペースとして災害発生時には市民の安全確保や復旧活動に活用でき非常に重要な役割を果たすものと認識しております。防災協力農地は阪神・淡路大震災を教訓に大地震発生時の避難場所や仮設住宅、資材置き場用地、また火災時における延焼防止空間となることから、現在、府内では4市において取り組みが進められております。防災農地の制度実施につきましては、議員お示しのように、農業委員会からも平成25年度、枚方市農業施策に関する建議として要望をいただいており、現在、防災農地の制度創設に向けまして、先進事例などを調査しながら検証している状況でございます。今年度は先進事例の調査結果等をもとに、本市地域防災計画での位置づけや、農家のメリット措置などの課題について検討を行うとともに、町内での協議を進め、制度実施に向けて取り組んでまいります。佐藤市民安全部長。防犯灯の LED 化についてお答えをいたします。まず電気店の見積金額が地域によってばらつきがあるということについてでございますが、枚方市防犯協議会支部長会議におきまして情報交換の場を設定し、工事代金について情報交換が行われております。最終的にはこれまでの地域の電気店との関わりや今後のメンテナンス工事金額などを勘案し、各自治会でご判断いただくことといたしております。次に自治会によっては今年度全部 LED 化したいとの要望もあるとのことでございますが、予算との関係上交換等数が限られているため、防犯協議会支部ごとに割り当てをさせていただいた等数内で調整をしていただきたいと考えております。次に補助期間の延長についてでございますが、自治会によりましてさまざまなご事情があることは理解いたしますが、なんとか5年間の中で LED 化の計画を立てていただきたいというふうに考えております。次に、本補助制度が始まる以前に LED 化された防犯灯につきましては、補助の対象とすることは難しいものと考えております。人見健康部長。詐欺被害についてお答えいたします。国民健康保険課で実施しております詐欺被害防止への対策としましては、市のホームページで広く注意を促しておりますほか、窓口でポスターの掲示や啓発チラシの配布を行い、また被保険者に送付する通知書に注意喚起の表記を行い、全国配布を行うなど、
被害防止の啓発に努めているところでございます。文林福祉部長。はい、生活保護法改正案の問題点についてお答えいたします。本市では生活保護の申請意思が確認された方に対しましては、速やかに保護申請書を交付し、申請を受理しておりまして、申請書類が整っていないことを理由に、申請を受け付けないということは行っておりません。今回の法改正では、保護の申請にあたりまして、必要な書類を添付しなければならない規定が明記されておりますが、これまでと同様、その取り扱いに変更はない旨、厚生労働省から通知があり、視力障害の方など、事情のある方に認められております口頭による申請についても、法改正後、その取り扱いの変更はないということを確認しております。石村議員。それぞれのご答弁ありがとうございます。それでは2回目の質問と要望をいたします。ただいま下水道浸水被害軽減総合計画についてご説明をいただきました。雨水計画は10年確立の降雨に対応した下水道の事業を進める内容ですが、10年確立の基準を上回る豪雨被害を軽減するために5年間で浸水被害総合計画を策定し、被害の大きかった南部についても佐田排水庫の計画を策定するということです。ハード対策と合わせてハザードマップや土のうステーションなどのソフト面での対策も行うということですが、私も内水ハザードマップの作成について要望してまいりましたが、どのような内容で現在の進捗状況と今後どう進めるのかお聞かせください。片岡下水道部長。はい。内水ハザードマップは豪雨による浸水被害に関する情報および避難に関する情報を住民に分かりやすく提供し、浸水被害を軽減させることを目的として作成するものです。本年度は一定の降雨条件によるシミュレーションを行い、地形状況や既存施設の排水能力、放流先の状況などの資料を総合的に解析し、浸水被害の情報となる浸水想定区域図を作成します。またこの浸水想定区域図を活用して被害情報など必要な情報を加えた内水ハザードマップとして作成するため、市民への情報提供方法、活用方法などについて関係部署と協議検討を進めてまいります。次に土のうステーションですが、これは公共施設などに常時土のうを収納したケースを設置し、地域の皆様に活用していただき、浸水被害の軽減を図るものです。今後地域特性などを考慮し、地域の皆様と協議した上で設置に向けた検討を行ってまいります。石村議員。はい、ありがとうございます。内水ハザードマップの作成については、浸水被害になれば高台に逃げることになりますけれども、私どもが住んでいる出口や伊香賀地域においては高台に行くことにも距離が非常に長くて難しい面があります。地域の高層マンションや事業所等と連携を結んで避難体制の確保についても明記できるよう要望しておきます。また土のうステーションも必要な地域に早期に設置できるよう要望します。2点目の雨水貯留施設整備と地下道対策についてです。住宅開発等の開発行為について、関連法令に基づいて、雨水流出抑制施設についても指導を行い、さらに国道1号と府道170号線に囲まれた国有地に雨水貯留施設が設置できるように要望するということです。もし国有地の貯留施設が実現をすれば、近辺の走り台2丁目、北中堀3丁目付近の浸水被害改善にもつながります。ぜひとも早急に実現できるよう強く要望をいたします。さて地下道については国に申し入れるということです。この走り谷に向ける地下道は普段でも雨がたまる場所です。排水ポンプがこのように国道沿いに、あるわけなんですけれども、この道路沿いの排水ポンプと合わせまして上の方にハザードランプがついています。見えます？この丸いところが、これがハザードランプ、ランプなんですね。
これはポンプがちゃんと回ってるかどうかというのを国が確認するためのランプなんですけども、これは国のためなので無人ですから、国が見えるためにこのように高いところに設置をしているんですけども、地下道を利用する人については全くこのランプは目に入りません。もう地下道を入る頃には水が溜まっているという状況がたびたびありますし、この無人ポンプも雷が落ちてポンプの機能が果たせないということもたびたび聞いております。私はこの地下道の入り口に設置をして、住民の皆さんが地下道を利用するときに危ないという、こういう対策をしっかり取っていただきたいというふうに思っています。地下道のすぐ横に入り口にパイロットランプをつけていただきたいということをぜひともお願いします。これは答弁は求めませんけれども、戸田理事もいらっしゃいますので、ぜひとも検討をお願いしたいと思います。次に3点目の防災農地については早急な実現を要望しておきます。次に防犯灯の LED 化についてです。今お答えいただきましたが、自治会の判断だとか補助金については難しいという回答でしたが、市が一方的に LED 化を決めておいて、結果的に 10% の数も補助金もこれだけのお金で5年間でやってくれということです。すでに努力をして LED 化をしているところは補助対象にならないというのであれば、同じ自治会でありながら不公平感があるのではないでしょうか。すでに実施をしている寝屋川市では9割を市が負担し、自治会負担は1割になっています。1棟に4万円を限度として年数は決めていません。枚方で考えると1棟2万円ですから2000円の負担で済むわけです。自治会負担に大きな違いがあります。こうした問題も含め、本来しっかりと各自治会に意見を聞き、その上で進める必要があったのではないでしょうか。最終的には LED 化については自治会がどう判断してどう行動するかに委ねられています。7月末までに申請書を出すことになっていますが、どこをどう変えるのか、事務手続きも増え混乱している自治会もあると思います。こうした自治会からの要望やさまざまな意見を市としてどう集約し、次年度に事業につなげるのかお聞きをいたします。佐藤市民安全部長。はい、お答えいたします。自治会等のご意見につきましては、これまでも各地域から種々ご質問やご意見をいただき、ご要望に応じまして地域に出向いてご説明をも行ってきたところでございます。今後事務の簡素化に向けた検討を進めるとともに、いただいたご意見を集約し、次年度以降の繁栄の可否等について研究してまいります。石村議員。はい、ぜひともしっかりと意見を聞いていただきたいと思いますし、アンケートなども取って、それぞれの自治会の意見をしっかり集約して次年度に生かしていただきたいということを強く要望しておきます。詐欺事件の問題なんですけれども、ちょっと時間がありませんので、国保の外部委託の面について点についてお聞きをしたいと思ったんですけれども、作業実態についても現地に行って立ち会い検査もするということですので、情報保護については万全を期すよう求めておきたいと思います。最後に生活保護法の問題点についてです。先ほどお答えいただきましたが、これまで同様取り扱いは変わらないということをお聞きしました。しかし法改正の24条1項では、要保護者の氏名および住所だけではなく、資産および収入の状況のほか、第2項では厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないとしています。すなわち必要とされる事項をすべて申請書に記入し、必要とされる書類をすべて提出しない限り申請を受け付けないということが合法化されるわけで、水際作戦につながる懸念があります。最近でも北区の母子が餓死するという事件が起こりましたが、行政の窓口へ行って相談しても受け付けてもらえず、知り合いもない地に引っ越して
おいしいものを食べさせてあげたかったという言葉を残して餓死する、こうしたことはあってはならないことです。先ほど厚労省の通知について視力障害、事情のある方は口頭申請もできるとしていますが、事情のある方というのはどういう方を言うのでしょうか。お聞きをいたします。文林福祉部長。はい、お答えいたします。口頭により申請が認められる場合としましては、視力障害のある方や手が不自由で字の書けない方など、申請者の状況から書面の提出が困難な方に対し、職員が事情を聞き取りまして申請意思を確認し、職員が代書の上でその内容を再度確認をご本人した上で受付を行っております。病気等の症状が重篤で保護の申請の意思が表示できない方など急迫状態にある場合には、職権により保護を開始する場合もございます。石村議員。目の見えない方や手の不自由な方は外出できるということですが、重篤の病気の方、DV 被害者、窮迫保護に当たるということです。家もお金もなく、すがるように窓口に来た人など、生活保護の要件を満たしているにもかかわらず、書類が出せないから受け付けないということのないようにしていただきたいと思います。さて、扶養義務についても、現行法では扶養義務者の扶養は保護の要件とはなされませんでしたが、改正法案では、保護の実施機関が要保護者の扶養義務者、その他の同居の親族等に対し報告を求めることができると規定しています。事実上、扶養義務が要件化されることにより、生活保護を申請する要保護者と扶養義務者との間にトラブルが発生し、申請を断念する世帯が増えることが予想されます。現在、扶養義務調査はどのように行っているのか、また法改正後、どのように対応していくのか、お尋ねをいたします。文林福祉部長。お答えいたします。現在行っております扶養義務の調査につきましては、厚生労働省の省令等に基づき実施しておりまして、要保護者からの聞き取りを基本として、必要に応じて戸籍照会と関係機関への照会を行っております。扶養義務者のうち、保護受給者、長期入院患者、おおむね70歳以上の高齢者の方や、未成年者、20年以上音信不通の方、扶養義務が DV 加害者である場合など、扶養義務の履行が期待できない場合は、原則として扶養義務者への直接の照会は行っておりません。次に、生活保護法の一部改正後におきます扶養義務者への書面での通知等の取り扱いにつきましては、今後示されます厚生労働省令に明記されることとなっております。本市ではこれまでから、生活保護は市民の最後のセーフティーネットであるということを基本に業務を行っておりまして、今後もそのことを基本に適切な保護行政に努めてまいります。石村議員。ありがとうございます。最後のセーフティーネットであるということを基本に業務を行っていくというお言葉をいただきました。保護受給世帯の多くの方に聞き取り調査をすると、行政手続きで一番嫌だと思うのが扶養義務の紹介です。先ほど扶養の履行が期待できない場合は直接扶養紹介をしないという事例を挙げられましたが、80歳を超え年金暮らしの高齢の母に心配はかけたくないと言ったのに、母のもとに紹介が届いた、パートで働いて姉に助けてもらっていたが、もうそれもできなくなり申請をしたのに、もう一度助けてもらえないか頼むよう言われた、長い間音信不通で全く縁のない養父にまで扶養紹介を行ったなど、扶養紹介をしないでよいとされている現行法でもこうした紹介が行われ、トラブルがあったと聞いています。生活保護は憲法25条に定められた国民の基本的人権である生存権を保障し、要保護者の命を守る制度です。保護を受けられなくなると命の危険にさらされるわけですから、最後のセーフティーネットである行政の対応が本当に重要です。法改正により要保護者が保護を受けられなくなり餓死や孤独死が発生することのないよう、憲法25条の精神をしっかりと肝に銘じていただき、ケースワーカーを増やして研修や相談体制を充実させるよう求めて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて石村純子議員の質問を終結します。